全国高校サッカー選手権に県代表として出場する日本文理イレブンに記念品が贈られました。日本文理イレブンに贈られたのはサッカーボール10個やプロテイン120食分などです。大会の協賛者帝人と明治が全国大会出場の記念品として寄贈しました。チームの雰囲気は決勝戦終わった後からやっぱり常に良くて、これからの練習を大事にして全国大会に臨めたらいいなと思います。日本文理の全国高校サッカー選手権出場は5年ぶり2回目。来月29日に島根県代表の立正大湘南と対戦します。